南海トラフ地震に備え、JR 東海は湖西市の高校生と津波を想定した避難誘導訓練を行いました。 JR 東海の社員と県立新井高校の生徒ら合わせて200人余りが参加した訓練は、電車の走行中に南海トラフ地震が発生し津波警報が発表されたことを想定して行われました。会場となった舞坂駅は津波浸水想定区域に指定されていることから、電車が急停止すると速やかに乗客の生徒らは車内からの脱出を開始、およそ 1.2 メートルの高さから一人で降りたり協力して降りたりして緊急時の降車方法を体験し、津波避難タワーまで避難しました。